はい、皆さんおはようございます。4月2日金曜日の朝でございます。はい、ここはね、山陽道ですけど、朝一は広島県東広島市西条町の方にね、入れ替えに向かっております。はい、今日からまた一人旅の始まりでございます。はい、今日から一人立ちです。昨日まではね、約1週間ですけどね、新人さんの横乗りをしておりましてね、まあやっぱり2人だとね、手積みなんかするのね、2馬力でできるんでね、すごく楽をさせてもらいましたしね、また道中はね、ずっといろんなね、お話をしながら、横に乗ってましたんでね、はい、非常に楽しくね、研修をさせていただきました。はい、まだまだね、その新人さんもね、今日からももうちょっと、他の方と一緒にね、研修をするんですけど、はい、一応僕は昨日でね、お役御免ということでね、はい、今日からまた一人で乗っております。とりあえず、8時半なんでね、時間指定あります。まだもうちょっと余裕がありますんで、この先のね、奥やパーキングエリアでね、ティッシュ買いたいと思います。ティッシュをね、久々のね、この運転なんでね、約1週間ぶりの運転なんで、やっぱり楽しいですね、運転するのがね、こう景色見ながらね、運転するのも楽しいです。若干僕ね、助手席乗ってたら酔うんですよ。ほんで研修中もずっとね、実はこれ新人さんにも言っとったんですけど、ずっとね体調悪かったんですよ。なんかね、めまいがねするっていうか、三半規管がなんかねおかしいというか、気分が悪くなったりしててね、若干体調不良だったんですけど、はい、昨日はしっかりね、夜も10時頃には寝まして、はい、体調万全でございます、ね、なんかね、ツイッターの DM で視聴者の方からね、なんかこの春から、参拝屋さんにね転職された方がいて、その方から DM 来てて、なんか広島にね、この度、研修横乗りでね行きますということで、あ、そうなんですねってやり取りしてて、なんかね、今三好のトラステ、三好のトラステでね休憩する予定ですみたいな感じで来てて、三好っていう字がね、三に好きっていう字だったんですね。広島の三に次っていう三好じゃなくて、三に好きっていう字の三好って書かれてたんで、あ、三好っていうところのねトラステがあるんだなと思って、危ないねこの子はね、あるんだなと思って、あ、そうなんですねって、まあ、しっかり横乗り、頑張ってくださいってね、ツイッター DM してたんですけど、ね、昨日その方がね、漢字の打ち間違いだったということに気づきまして、打ち間違いというか、もう勘違いですね、完全にね、僕結構三好ってね、動画の中で載しとるんですけど、広島県の三好ね、見事に3に好きの方で書かれてね、あ、もう広島おったんですねみたいな感じになって、結局なんか白木町のね、方へ、現場にね入られたみたいなんですけどね、あんな感じで、まあ分かりませんよね、ほんとね、三好ってなかなか三に次っていう感じでね、文字で書きませんよね、ほんで読めませんよね、なかなかそれを三好ってね、はい、広島県の三好市ですけど ね、そんなことがやり取りしてましてね、夜にね、まあその途中で僕はもう寝落ちしてしまったんですけど、ね、はい、また、DM ねお待ちしておりますよ、速報ね、はい、お、すごい、こんなとこにトラックが止まってるもろ通路にトレーラーが止まってますけど、よいしょ、まあね、皆さん大変ですよね、ほんとね、よいしょ、久しぶりにサービスエリアとかね、パーキングに止まりましたね。今日ね、あったかいんですよ。朝ね、15度でした。15度、昨日の夜からなんかもう暑くてね、寝苦しくてね、ほんと朝起きたら15度でしたけど、今日もだからこの上着ね脱いでから、これで2枚でやってますけどね。ね、この正面の田んぼあたりはもうね、稲のね、田植えの準備がね、されてるんでしょうかね。ちょっと向こうのね、田んぼなんかは。この手前の田んぼは今から準備をするんかな。向こうはもうなんか水が張ってありますけどね。これから、田植えの季節になりますね、5月ぐらいからね。ここセブンイレブンワンちゃんのティッシュあるんかな。あれ、ワンちゃんのティッシュないんか、ここ。
うわあ、犬がおった。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ。ほんまね、あの研修中、ずっとね、あの鼻くそばっかり、鼻ばっかりほじれてたんでね、ティッシュがもうないなってから。これはなんか、桜にもう葉っぱが出てきますかね。すごいね、葉っぱがついてる、すごい。葉っぱが出てきよるわ。これわかんない。うわ、これ、先にこう、これ先に、折っとかなきゃいけんかったですね、これね。内側に入り込んでからもうこれ。どうにもならん。外そうもこれ。外せれんし、これ。あ、よし、外れた、外れた。よしよし。これをね、先にこう、折ってから、折ってからね、蓋をせないといけないんですね、これね。はい。僕はね、あの、ストローの方が好きなんですけどね。ね、よいしょ。うわ、これこぼれそうじゃな。はい。じゃあね、そろそろ時間。いい時間になってきたんでね、早めに現場の方向かいたいと思います。ごくごく生きるわ、ごく生きるわ。ねえ、本当昨日でもニュース見よったらね、4月1日。4月1日から新入社員、新卒の方がね、入社式というニュースをね、結構見ましたけど、はい、僕もね、高校卒業してすぐね、自衛隊入ったんですけどね、入隊したんですけど、広島からね、出たんですよ、最初ね、3ヶ月ほど教育隊で他県に行って、ほんでその前期教育隊終わって、後期教育隊、3ヶ月でね、広島へ帰ってきたんですけど、もうね、広島に帰ってきて僕はね、辞めたわけなんですんで、まあ合わなかったというかね、しゃばり出たかったというか、まあそんな感じでね、辞めたんですけどね、今となってはまあまあそんな感じなんですけど、で結構ね、20歳、19、20歳過ぎまでね、実家でね、ぬくぬくと育ちましてね、本当情けないことにね、なので僕は働くね、意味というのをね、あんまりね、理解できてませんでした。はい、社会に出て働くとはどういうことっていうね、理解できてませんでした。ほんでまあ21で、今のこの会社に巡り会ってね、入社して、ほんですぐ結婚して家庭持って、そっからですね、やっとなんかだんだんとね、働く意味っていうのがね、分かってきました。はい、ね、やっぱりまずはね、生活するためにね、働くんですよ。もう何言っとんじゃって感じですけどね、そんなこと分かっとるわってね、いう感じでしょうけどね、生活するため、まずはね、そのために家族を養うため、ね、結婚してなくてもね、自分が生活していくために、お仕事ってね、あるんです。はい、でもうめっちゃ当たり前のことをね、小学生でも分かるようなことを言ってますけど、ね、僕はそれが分かってませんでした。はい、でまあ、家庭を持って僕は本当良かったなと思うんですけどね、でいろいろね、人生もね、まあ、まだ35年しか僕も生きてないですけど、いろいろありました、本当ね、結婚もしてね、まあ、離婚もしたわけなんですけど、ね、いろいろ経験したんで、もうね、怖いもんなしです、はい、ね、そんな中でも、まあ、こうやってね、のんきにね、生きてますんでね、大丈夫です、はい、ただ一つね、貯金はしといた方がいいですよ、もうね、月ね、1万でも2万でも3万でもいいんでね、毎月貯金をしていくこと、これ大事ですね、はい。やっぱりね、節目節目でね、生活してるとお金ってね、必要になる時があるんですよ、まとまったお金がね、まあ免許取るお金もそうですし、結婚する時にね、お金も必要ですし、でね、結婚してね、子供が生まれるとなかなかね、貯金ってね、しづらくなってきます。最初のうちはね、子供がちっちゃいうちはまだできるんでしょうけどね、だん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 子供が大きくなってくると学費もね、かかってきますんで、ね、なので貯金ってね、ちょこっとずつでもね、しておいた方がいいと思います。はい、ね、僕はもう全くできてませんでした、はい、実家にいながらね、全く貯金がね、できていませんでした、はい、むしろね、借金もね、抱えてましたんで、なぜかね、なんででしょうか、本当ね、はい、まあそんな感じで大変なんでね、やっぱり貯金はしておいた方がいいですよ、はい、ね、でまあいろいろ不安とかね、たくさんあると思いますけどね、最初もうみんなね、横一線不安でね、入社してると思うんで、社会に出てると思うんでね、はい、ね、希望を捨てずにね、本当頑張ってもらいたいなと思いますね。いろいろありますから、本当ね、少しでもね、楽しいこと、いいことがね、苦しいこと、辛いことよりね、上回れるようにね、上回れるようにね、はい、
頑張っていただきたいと思いますね。はい、ね、ごめんなさい偉そうに話してね、まあ本当ね人生楽しんだもん勝ちなんでね、明るく前向きにねいきましょう。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。